みなさんこんにちは。こんにちは。あやです。ゆかです。あやゆかです。今回も出張版、うん、あやゆかのペコペコ茨城始まりました。茨城県の常陸太田市に遊びに来ちゃいました。今回お世話になるのはこちらです、うん、じゃん、そば工房さんです。ということは、そうです、うん、おそばを今回は食べれる。そう、食べられます。やったいやーすごい、なんか素敵だ ね雰囲気が、こんなところでね食べられるだなんて。しかもね、あの茨城県は常陸秋そばがすごい有名で、特にここの常陸太田市ではたくさん取れるらしいよ。ほんといっぱいあるね。いっぱいあるからね。あー、これもいいっすね。何でもいけ。何ですか、これ伝えるの言い忘れてた。何ですか、急に。食べる分は自分たちで打ってください。私たちもすぐにはできないので、お手本として師匠に作ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。わかりました。では早速、はい、こちらですね、そば粉が 350g、うんうん、でこちら小麦粉の中力粉です、うんうん、粉をよく混ぜ合わせながらふるっていきます。水は粉全体によく混ざるように入れていきます。2回に分けて入れますので、うん、最初に入れる量少し多め、全体にしっかりと水を含ませるようにしていきます、うん、はい、塊が少しずつ大きくなってきたところで練り始めます。これを、ああなるほど、なるほど、塊が固そう、はい、まとまったところで今度は縁の方から中心に向かって折り込むように。きたきたきた、はい、これを100回から200回ぐらい、100回、うん、大丈夫です。これで練り上がりになります。すごい、はい、スピードがね、手早くやりましょう。よし、ふるいましょう。うわー気持ちいい、サラサラだね。楽しい楽しい。水を含ませなきゃいけませんから。でも結構思ってたよりまとわりつく、見てたより。本当だ、うん、やっぱね、本当作ってる姿だけは一枚なんだよね。そうなんだよね。え、これを固めるって難しい。固まるまだなのかな、早いのかな。え、どうだろう。でも結構同じぐらいやったような気がするんだけど、まあ、まだまだいけるいけるまだ持ち返せるかな。大丈夫大丈夫。これこの作業確か100回ぐらいだって、うん、そうだよ。さあ、ということで、うん、なんか形違うけれども、ね、ここから違ってきたね。伸ばしていきましょうか。そうだね、打ち粉をね。先生は打ち粉をたっぷり。いやね、最初はね少なくていいって言ってよ。最初はね、あれ、そっか、あんまりしなくて大丈夫です。これでさ、この上だけみたいなやつ。おー、なんか楽しい。うん、楽しい。あれあれ、めっちゃ早い。めっちゃ早かった、びっくりした。うわー、怖い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 。これ伸びんの。あれ、なんかでもいい。じゃあ次は折りたたんで切ろうってところなんだけど。あれ先生、ちょっともしかしてお助けカードなんか持ってたり。これですか。 あった先生持ってた。包丁のコツを、はい、では畳みましょう。はい、ね、打ち粉をたっぷり。結構な量ないとたあれですね。そうですね、上から一番下まで、はい、合わせてください。打ち粉を振ります。ぴったり合わせずに1センチぐらいずらして、で最後に一番上にも打ち粉しましょう。さあ、お蕎麦をさばいていこうね。いきましょう。どのぐらい細かったらいいんだろう。できてる？え、難しい。均等が難しい。確かに均等難しいね。細すぎるかな。どれぐらい？あ、すごかった。ちょっと待って、私もしかしてめっちゃ太いかもしれない。
できました。あれっていう、なんかあや太くない？ちょっとね、太めの、ちょっと個性が出ちゃったね。ありがとう。いや上手だね、ゆかちゃん。本当？なんか途中どうなるのかなって思ったけど、すごい上手だ。そうだね。で、先生のちなみにあるんですけど、すごい細いです。細いね、やっぱ。先生どうですか？どうですかね、私たちの、はい、ちょっと太かったかな。ですよね。でも、せっかく作ったから食べたい。食べようということで、試食タイムでーす。わー、じゃあちょっと自分のを食べてみようか、とりあえず。いただきます。どうですか？ちょっと太い。でも星がすごい。固めだ。じゃあ先生のね、食べよう、食べてみよう。ちょっと比べてみる。太さは全然違うね。あと輝きがなんか違う。違う、食べたい。どう？もちもちが、もちもちしてる、あ、美味しいね。美味しい。いや、皆さんもぜひ美味しいお蕎麦を食べに常陸太田市に遊びに来てくださいね。じゃあ私たちを食べよっか。食べよう。